皆さんこんにちは。お元気でしょうか。いつも YouTube チャンネルを見てくださってありがとうございます。今日はいつものようなドラムカバー動画ではなく、こうして座ってお話をする動画にしたいと思っています。最後まで見ていただけると嬉しいです。いつも見てくださっている方はもうお気づきかもしれませんが、ついに去年の年末頃にこの YouTube チャンネルの登録者数が1万人を達成しました。本当にありがとうございます。1万人という数字は本当に私にとってもう大きな数字で、想像するだけでもう少し怖くなってしまうくらい、本当に嬉しいです。こうして動画のアップを続けていく中で、もうくじけそうになる時もあったんですけれども、見てくださる方がいるおかげで、ここまで続けてこられたと思っています。コメントもいつも読ませていただいています。ドラミングを見て1週間の活力をもらいましたとか、元気が出ますとか、そういったコメントをいただくたびにすごく嬉しくて、自分のドラミングが少しでも誰かの役に立ててれば嬉しいなという気持ちです。今オランダに住んでいるんですけども、こう私はこういうものですっていうのをこう自己紹介するときに、この YouTube っていうのがすごくもうありがたくて、自分の名刺代わりじゃないですけど、そういったものになってるのでよかったなって思います。はい。ドラミング自体はまだまだ課題も多いのですが、これから先も生涯現役で大ベテランドラマを目指していきたいと思っているので、これからもどうぞよろしくお願いします。はい。ということで、今日は実は機材紹介の動画にしたいと思っています。というのも、先日こちらの X5 さんから U4 というインイヤーモニターワイヤレスシステムという機材をですね、送っていただきました。これは、普段有線でつないでいるイヤーモニターをワイヤレスにできるという機材なんですけども、私自身すごく興味があったので実際送っていただいて、使ってみました。今日はそのレビューとプロモーションという形にはなるのですが、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。普段 YouTube で撮影と録音にはどんな機材を使っていますかというコメントをいただくことがあるので、私が普段使っている他の機材も合わせて機材紹介動画という形にしたいと思います。こちらが私が普段 YouTube を撮影する時のセッティングです。基本的にカメラは iPhone を3台使っています。過去の自分の iPhone を総動員して、右側と正面、そして左側からのアングルで撮っています。足元に関しては最後に別撮りで撮影をしています。マイクはこちらヤマハの EAD10 という機材なんですけども、これがマイクになります。バスドラムにこのように設置して、設置するだけで、すごくいい音で撮れるのでめちゃめちゃ重宝してます。で、この本体とスマホのうちの1台をこういう風に線でつないで、レックンシェアというアプリを使って撮っています。このレックンシェアというアプリは音源に自動でクリックをつけてくれて、その音源とクリックを聞きながら録音録画ができるのですごく便利です。普段はですね、こういう風に、イヤーモニターを有線でつないで、これがジルジャンのイヤモニになるんですけども、つないで撮っています。で、普段はですね、この今映した EAD10 の本体にこういう風に有線でイヤモニをつないで、こういう風につけて撮影してるんですけども、これがこの X5 さんの U4 を使うことによってワイヤレスにできるっていうものなんですね。で、使ってみて思ったのがめちゃめちゃ便利で、使い方はすごく簡単です。今から実際内容を見ていきましょう。こちらが X5U4 の箱の中身です。受信機と送信機と変換プラグと、USB 型の充電コード
そしてケースとマニュアルが入っています。はい、で今日はですね、実際に EAD 店にこの X バイブを挿して使ってみたいと思ってるんですが、使い方は簡単で、この送信機に変換プラグをつけて、EAD 店の本に挿しました。そして受信機はこういう風になっています。ここに自分の持っているイヤモニを挿します。はい、これをですね、この受信機の後ろにクリップがついているので、自分の腰とかベルトだったり、あの胸ポケットだったり、挿しやすいところに挿して使います。そして、送信機と受信機の電源をつけます。チャンネルが、複数名でこの X5U4 を使えるように6チャンネルまであるのですが、送信機と受信機のチャンネルを合わせます。そして、ボリュームを調節すれば使うことができます。はい、で実際あの有線のイヤモニがワイヤレスになることによって何がいいかというと、あの私の場合は例えば YouTube を撮影するときにいつも1曲撮るために3時間スタジオを予約するんですね。片付けセッティングの時間は除いて2時間強ぐらいずっと何テイクも繰り返し撮り続けるんですが、だいたいどんな曲でも15テイクぐらい、結構多い方だと思うんですけど撮るようにしていて、1テイク撮り終えるごとにイヤモニを外して立ち上がってカメラを止めるっていうことをするんですけど、そのワイヤレスになることによってイヤモニを外す必要がなくなるので、そこの動きがかなりスムーズになって快適に感じました。で、撮影開始する時もカメラをつけてセルフタイマー10秒で設置してるんですけど、その10秒の間に、イヤモニをまたつけて席に着席して気持ちを整えていざ曲始まるっていう、こういつもバタバタしてしまうので、そこら辺がすごくスムーズにいけるなっていう風に感じました。あとはもちろんライブでの使用ですね、同期を使っているバンドでしたらドラマーは必ずあのイヤモニをすることになると思うんですけど、それがワイヤレスになることによってもしかしたらこう立ち上がってシンバル叩きたいとか、そういう方は立ち上がったパフォーマンスもできますし、アンコールがあれば、吐けるのも入場するのもまたワイヤレスになることによってスムーズになりますし、あとはスタジオ練習にももちろん使えます。あと特にボーカルの方ですね、自分の声が聞こえないっていう場面結構多いと思うんですけど、そういった時に、イヤーモニターでモニターしながら歌うと歌いやすくなるんじゃないかなと思います。でワイヤレスだとすごく動き回れるのでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は機材紹介さらっとさせていただきました。私もこれから YouTube 撮影でこの U4 使ってみたいと思ってます。質問のある方コメント欄にお書きください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。